じゃあ、まずはグループに招待しようかな。シェアしようかな。うん。こんな感じかな。じゃあですね、今日は第11回。気まぐれライブ配信。 始めていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。あ、しんちゃん、こんにちは。あ、おはようございますたのかなうん、おはよう。ありがとうございます。いつも見てくれてね。ありがとうございます。ですね、えっ、ー、と、今日のテーマは、あの、呼吸の大切さとは、についてですね、お話をしていきたいなと思います。 ここで最初に質問なんですけど、呼吸を意識することって日常にありますか小林さん、こんにちは。ね、見てくれてありがとうございます。えっ、ー、とね、あのー、この呼吸ってね、あのー、意識をしてもしなくてもですね、 どの道やってるんですよだってねあの呼吸しなかったらね、あのーまあ、5分も持たないと思うんですよね。あひろちゃんこんにちは。ねえー。って思うんですけどでもこの当たり前にやっているこの呼吸を日常で意識することって実は少ないんじゃないかなって思ったんですね。 お、ゆこちこんにちは。ね。あのー、あ、うらさんこんにちは。見てくれてるですね。うん。ありがとうございます。ね。そういうふうに、こう思ってですね。あのー、呼吸の大切さをですね。あのー、まあ、順々なりの捉え方ですけども、あのー、お話をしようかなーと思って、このテーマにしました。ね。えぇ、ー、したんですけど、そうだな あのー、呼吸って、ああ、そうだな。今、こうね、ヨガとかね。あ、ふぐちゃん、こんにちは。まあ、ヨガとか、あの、瞑想とか。ね。あ、千石さん、こんにちは。ね。あのー、とかね。あのー、まあ、言い方は違いますけど、なんか、マインドフルネスとか。何かこう、呼吸に意識を向ける。 あ城さんこんこにちは、ね、その呼吸に意識を向けるっていうことに対して、あのー、こう全体の流れとしてですね目が向いてるるように感じるんですこれはなぜそうなっていくのかなっていうのを順々なりの解釈ですけどね別に正解だとは思ってないですただ順々なりの解釈 で、あのー、まあ、感じるところでは言うとですね、うん。なハートマークアレスありがとうございます。ね、あのー、解釈で言うとですね、うん、うん。何かにこう、追われているというか、日々、みんなね、あのー、やらなければいけないことだったり、やりたいこと、 だったりねあのやることはいっぱいあると思うんですね。そのやることやりたいことやらなければいけないことまあどれでもいいんですけどもそれをカバノさんこんにちは千葉ち,ちうん先導さんかなうんこんにちはねあのー、それをやることは あることは素晴らしいことだと思うんですね。ともちゃんこんにちは。ね、あの、素晴らしいことだと思っていて、お、OK、けいすけさんこんにちは。ね、あの、素晴らしいことだと思うんですよ。でも、あの、例えば、やることがいっぱいあって、まだ完了していない、終わってないこと。 を考えて、えー、最後までできなかったな、っていうことを考えていると、これ過去で、過去を意識してますよね。うん、過去を、のことを考えているわけですよ。そして、それが完了させることができるのか、っていう未来からの不安が、 で意識がいたりもしますするとどうなるかというと過去か過去か未来のことをですね過去のなんだろうなこ,のことを意識したり未来の不安を感じたりするとですね今を感じる時間が少ない。 というふうに感じる人が増えてですね、その時間をあえて作ろう。今、重要なのは何なのかをちゃんと整理する時間を取ろう。ということが、いろんな方が気づかれてきた、じゃないかなと思うんですね。 あ森ちゃんこんにちはありくさんこんにちはねあのー、結果なんじゃないかなって私は思うんですねでこの「今に集中する」っていうのは言葉的には聞いたことがあると思うんです方もね聞いたことがある方もいると思うんですでもあそこでですねあのすでにね実践されてる方ももちろんいらっしゃる たくさんいるんじゃないかなと思うんですけどそれをですね、あのー、知ってるだけで終わらせないでほしいなって思ったのがねあのー、今日のテーマのね知ってるだけではですね何も変わらないって思ってるんですね。 こういうのあるんだねと。今に集中するんだねは聞いたことあっても。いや、そうは言ってもね。っていうのは簡単なんですよ。続々見てくれてますね。ありがとうございます。ね。あの、簡単だと思うんですね。うん。それを、まあ、昨日ね、あの、そんな自分なのっていうテーマでね、ライブ配信してるんですけどね。まあ、そことも通じてくるんですけど、 あのそれを知ったらですねあの全員がやる必要はないですけどこれは面白そうだなとやったらどうなるんだろうっていうのを自分で試してみるとですね自分の中に自分の中での実践地ですねやってみた経験が積み上がってきます。 それが、実は最大のプレゼントだと思うんですよ。ね、なんか、それって、全く同じな経験をするって、これ不可能だと思うんですよね、私は。同じような感情を描き、同じようなことが起こる。似ていることは起こるかもしれない。でも、全く一緒のことは起こらない。 と私は思うんですなのであなたが「うん、えー、谷沢さんこんにちは」「鎌村さんこんにちは」ね「ねありがとうございます」見てくれてね。うん、って思うんですけどその自分がやってみるっていう行為は唯一無二の経験を積むことなんだすごい価値があることなんだっていうふうに 思ってほしいなとは個人的には思ったんですね。昨日話終わってですけどね。うん。ふうにこうね、あのー、思いました。ね。えっ、ー、と、ま、そっちちょっとから話戻しますけど、あのー、呼吸ですね。今に集中するために呼吸に意識を向けましょう。っていうことをやられる方が増えてきましたと。ね。それじゃあ、あのー、どうやってやるんだと。 いううのはあると思うんですよね、うん、これやり方やり方というかあの何、ー、て言うかなまあヨガでもそうじゃないですか呼吸だけは止めないでくださいねって言うんですよねヨガはね姿勢ポーズを取ることが目的ではないんですよ呼吸だけは止めないでねって言うんですこれは呼吸が止まるってどういう状態かというと 力が入ると呼吸って止まるんですよ。例えばあのー、ねあの体が硬いジュンジュも体かジュンジュ硬か,か体が硬いからね。うんそれがあのー、無理をしてですねそのポーズをね。トマ,ト,マトさんこんおはようございます <laughs> ねあのー、ねあの硬、ー、体体私は硬いんですけども。 そのポーズを取ることに一生懸命になったら、あのー、気づけば呼吸って止まってるんですね。ね意識してないことって力が入った瞬間に止まります。ということはですようん日常ねあの頑張ったらですねその都度呼吸は止まってる。 可能性がありますよ、ね、あ、よく止まってるんですね。<laughs> ね。ね呼吸が止まるとどうなるかですよ。ね。呼吸は酸素を体の中に取り入れて二酸化炭素を吐き出してますよね。 まあ普通に佐能的に言うとね、まあうん、理屈で言うとね酸素を取り入れて二酸化炭素を出すことをやってるわけですねじゃあ呼吸が止まるということは酸素が入ってこないわけですねおっ太,太郎ちゃんおはようございますおはようございます <laughs> ありがとうございますいつも。ねあのー、酸素が入ってこなくなるわけですね。まあ、体は酸素がなかったらね誤腐も持ちませんからね。ねあのー、とても大切なわけですね。そのの大切な酸素をを入るる止めるということはあの全ての機能がダウンすると言ってもおかしくないと思うんですね。一番落ちるのが 脳です。脳は、すごい情報量を、常に、あの、処理をしています。お、山北さん、おはようございます。ね、処理をしています。それを、処理をするためには、少なくとも酸素が必要なんですね。なので、その、酸素を止める。入るのを止めるというのは、 すごく、あのーまあ、思考力だったりとか、ええー、まあね、あのー、まあ、昨日話した感じる力だったりとか、ね、あのー、いろんな情報が入ってこなくなるってことです。インプットがシャットダウンされます。だからよくわからなくなったり、ね、今どうなってんのかなってなったり、 とか、あこ、これどうやったらそうなるのかなとか、迷ったり。ね。あの、まあ、いろんなね、悩みがもしもあったらですね、まず脳の回転数が落ちているかもしれないと思ってですね、あの、呼吸に意識してみるといいんじゃないかなと、私は思います。なぜこんなことを言う,か言うかというとですね、 えっと、私って、あの、元鬱なんですよ。ね、あの、なぜでね、あの、そういう経験があるというか。なると思うので、あの、考えても考えても、ちっともわからない時があるんですよ。そういう経験を経てきているので。ぜひね、あの、何か迷ったり。 何かね、こう、答えが出なかったりとかしたときは、あのー、呼吸に意識向けるといいなって思ってます。だって、酸素って吸い放題なんですよ。だって無料じゃないですか。ねえ、酸素を吸う。ねえ、呼吸って無料なんですよ。やりたいと思ったら好きなだけ、やりたいだけやっていいんですよ。 それで何かが変わるんだったらですよ。こんなお得なことないことないですか別に誰かに何かを教えてもらう必要もないし、ただ吸って吐くだけに意識を向けるだけでいいんですよ。難しいことなんて考えなくていいんですよ。 ま、あそこはね、なんかこう、ま、あ例えば瞑想を例えてみると、瞑想をすると <laughs>、ね、あの、過去の失敗が出てきたり、ね、未来の不安が出てきたり、とかね、なんかこう、あんまりいいことじゃないことがですね、あの、よぎることってあるわけですね。それに引っ張られてですね、で、 引っ張られて、あのー、今に集中できない。とかあ、私は呼吸が浅いんじゃないか。とか、自分をダメ出ししてみたりとかね。あのー、まあそういうのがあるかなって今話しててちょっと思ったんですけど、あのー、そんなの関係ないですから。<laughs> あのー、よく無になれとか言うじゃないですか。ね。 そんなの悟ってないと無理ですから、それは失敗もあるだろうし、ね、未来の不安もある、あると思うんですよ。それは普通だと思いますよ。だって過去のいろんな失敗してきたことなんて、あのー、若気の至りですから、これはみんなありますよ。うん。だって気づいてなかっただけなんだもん。そんなに失敗しようと思って失敗してるわけじゃないんだもん。 良かれと思ってやってるんですよ。結果そうなっただけなんです。寺澤さんおはようございますね。結果そうなっただけなので、別にそんなに自分も責めなくったっていいじゃないですかね。あのー。実はね。自分が思ってるほどね。他人ってあのー、自分のこと、そんなに気にしてないんですよ。 うん、思ったほどねだから自分のことって自分がよく知ってますよね経験ずっと一緒にいるからねうんから出てくるけど目の前の人は別に知らなかったりするんですよねそれ,をそれを握りしめずにですねあそういうこともあったなと若気の至りだなって思った感じでねを手放していけばいいんじゃないかなと思うんですねで出てきててきもいいよって あ、そういうこともあるよね。不安もあるよね。って、自分の中で解決しなくていいので、そう思っていいっていうだけです。あ,あるよね。それもあるなあって言ってるとですね、あんまり浮かばなくなったりするんですね、これ。うん。これがこう、優しさにつながってきますよね。うん。人への優しさって、うん、自分を許す。 とこら辺からねあの私は出てくると思ってるんですね。うん、それをなんかね、あのー、意識許しながらですね、ただただ吸って吐く。呼吸が浅いとか、低いとか、あのー、深いとか、そんなのはね、あのー、比較論なんで、人と比べたってしょうがないじゃないですか。ねあのヨガの達人とかだったら、それはそりゃ深いんでしょうよ。<laughs> ね あのお腹がね背中とくっつくぐらいまでこうなるじゃないですかなんかこうギューってなるじゃないですかね <laughs> おおさ翼おはようございますねなるじゃないですかそん,なそんな人と比べたところで始まらないというかね,ね野球を始めたばっかりの少年がですよイチローと比べて僕は全然ダメなんだとか言って野球はもう無理だとか言っても意味がわからないでしょね <laughs> 意味がわからないじゃないですかね そんななのは気にしなくてていいよって絶対言うと思いません。<laughs> ねできるかどうかなんてどこまでできるかなって生やってみないと分かんないんですよ。うん、って私は思うんですね。うんなのであのー、呼吸の大切さっていうのはまずなんかファーストステップとしてですよ。うん吸って吐けばいいんだな。 何もジャッジしてずにただ呼吸に意識を向それだけでまあ時間としてですね私の中では3分間だけでもいいのでただ呼吸に意識を向けるだけで何かが変わってくるんじゃないかなって思ってます。 例えば、えっ、ー、と、通勤されてる方だったらね、通勤の、あの、電車の中とか、ね、あの、バスで動くしたバスの中とか、ね、ちょっと、間が空くすっきってあるじゃないですか。ね、自分がやらなくたって動く状態の時、ね、ちょっとした待ち時間とか、ね、あの、まあ、トイレの中でもいいかもしれませんね。うん、どこでもいいんですけど、 今,こう今のなんかな全体的な流れで言うと何か間が空くと暇だなと思った瞬間にこれ皆さん何してるとジュンジュンが見ている世界だとねあの特に電車ですね。 電車に乗って椅子に座ったかなと思ったら何するかって言ったらみんな一斉にスマホを出すんですよスマホを出して背中を丸め下を向きながら疲れた顔をして何かゲームか何かをしてるんですよその時に呼吸ってどうでしょうか ししてるでしょうかねあのー、別に正解とかねあのー、私が見えるとこで言うとあの私もと鬱なんでね背中を丸めてね下を向いてスマホを見るっていう状態で鬱の人と同じ姿勢なんですよ。鬱の人は 視野がめちゃくちゃゃく狭いです何も見えてないと言ってもいいぐらい何も見えてないですその姿勢を電車中8割以上の方がスマホを同じ姿勢で見ているその時の呼吸は肺は背中を丸くすることによって肺は押され お腹はお腹からも押されるので肺がねギュってなってるんですよ小さくなってるんですねその状態で大きく息が吸えるでしょうか私はそうは思えないんです呼吸を意識したら背筋は伸びます。 勝手にです。吸いにくいからです背筋が伸びるだけで肺は動,かし動きやすくなります肺だってその奥に肺胞というところに酸素は届くんですけど肺胞も筋肉です筋肉は使えば鍛えられるでも使,えな使わなかったら必ず衰えるようになってます <laughs> 確かにそれいいね。止まったら教えてくれるアプリがあるといいですね。うん。確かに確かに。うんうん。確かに、いいですよね。あ、今止まってますよ、みたいなね。Apple Watch とかにあるといいかもね。<laughs> ねあ。あったらいいかもね。うん。あの、まあ、今 Apple Watch 思い出したんですけど、Apple Watch ってね、呼吸ってアプリがあるんですね、あれ。ついてるんですよ。Apple Watch ってね。 ついてて、あのー、1分間で何回ないと、何回するかみたいなね、アプリがついてて、ね、あのー、それをやるとですね、あのー、腕につけてるとですね、振動が来るんですよ。今吸ってくださいね、時に振動ずずずずってくるんですよ。で、今から吐いて、っていう時はその振動が止まるんですね。ふーってなるんですね。それくらい、うん。それくらいアップルが、 呼吸大事だよって言ってるんですよ。それだけ誘導してもらえないと呼吸に意識が向かないということですね今現代の社会ではね。うん、あ興味つ波さ興味あるよね。<laughs> ねあの人事、まあ、持ってるんだけどねアプローチね持ってるからねあの使ったりもしますね。うん ね、それくらいこう日々呼吸に意識を向けることをあのー、これは本人が思うしかないんですよね。ね。<laughs> いやなんかやってくださいよって私が言うことでもないしうんあのー、ね本人がやりたいと思ったらやったらいいなと私は思うんですね。 そうするとあのー、まあ呼吸に意識を向けることによって生まれるメリットまあこれからね伝えていきたいかなと思いますじゃあですねあのー、そうだな、まあ、メリットなんか3つあると思うんですね私ね、うん、呼吸を意識することによる3つのメリットについてお話をしていきたいと思いますはい1つ目1つ目がですねえー、体が 緩むです呼吸に意識を向けるとですね息を吐いた時にですね力ってどんどん抜けていくんですよ何かに委ねているような感覚になっていきますとそうするとですね力が抜けているとですねあのその人が持っている本当の力って 発揮しやすいんですね。これってわかります例えば、例えばですよ。あの、何か発表の場、プレゼンの場だったりとか、いろいろあると思うんですね。人前で話すとかですね。がわかりやすいかな。ね。例えばですよ。肩がね、こうやってこうやって上がってで、ね、いや、僕力入ってないっすよ、みたいな。緊張してないっすよ、みたいな。言われてもですね。あの、いや、入ってるじゃないですかってな,るならないですか。 <laughs> ねそんなの分かるじゃないですかねうんそれぐらい力が入ってるんですよこれ本人が自覚がないぐらい力が入ってるんですねこうやってねギュってで人の前で話す人ってなんかどこか余裕があるというかリラックスしてないですか そんな感じがねあるんですよ。なので、普段その人は余裕があるように見える。世に話している人は、普段呼吸を意識されてるんだと思います。まあそれはその人に聞いてみないとわからないですけど、私は呼吸を意識することをずっとやってきました。 私はもともとコミュ障なので早川さんおはようございますねあの私コミュ障だってね全然しゃべれなかった私がですよこんなに話せるようになったのは呼吸のおかげだと思ってますなので続けていくことやり続けることを ずっとやっていくと必ずそうなります。これは、このスピードはですね、人によります。速い人もいれば、待機万成型の方もいると思うんです。ただ、やめないことです。毎日じゃなくたっていいんですよ。一週間後でも、一ヶ月後でもいいんです。そこを許してあげる。 私は毎月1回だけでもいいから意識呼吸を意識することを続けているんだ。って思うだけでいや今度1週間にしてみようかなっていうことが生まれるかもしれませんでも私は1か月に一遍しか意識することができてないああ全然続けられてないって思ったら見事に そっちの方向を見ることをやめ、少しずつやめていくんです。そうすると、そうなる道が絶たれてしまうんですね。すると、もったいないなあ、というふうにじゅんじゅんは感じます。なので、これ、ね、あのー、体が緩みます。ね、続けていくと緩みます。なんからメリットが一つ目ですね。 はい2つ目ね2つ目がですね感じる力が上が上ります感じる力というのはえー、そうだなああのまあ、呼吸ってねいつもみんなやっているはずなんですけどこの当たり前にやっていることを感じないと日常のうん 微細な変化だったりとか目の前の人が話していることの内容だけではなく本当は何を思っているのか何か困っていることがあるんじゃないかとかね言葉の中には含まれてない何かを感じることができたりします。お、お山田さんおはようございます、ねうん、これを あのー、この当たり前の呼吸に意識を向けているとですね、えーまあ、私はねだいぶ長く続けてる中で一番衝撃的だったのがですね、えーまあ、意識は呼吸なんですよここ向けてるんですよ吸って吐いてってやってるだけですなんですけど、あのー、自分の心臓の鼓動ってあるじゃないですかね毒毒毒毒 この振動が波のようになって自分の足の先指先頭のこのねこのなんて言うかなお、ね、あの表面ですねねまで響いたんですよそうなった時に自分の心臓の鼓動って こんなにも大きいんだって思ったんですね。そうなった時に感じる力が私の感覚値ですよ。一気に上がった感じがしました。今まで気づかなかったことが気づけるようになりました。 そうすると、仕事も、プライベートもです。もう何もかもが変わります。まあ変わりますが、変わりました。私の場合ね。うん。変わりました。今までどれだけ人の話を聞いてなかったんだろう。今までどれだけ これだけ伝えてきたの伝えてくれていたことを気づかなかったんだろうって感じたんですねこれ悔しかったですね悔しいし情けないしほ自分のレベルって低いなあってすごい思った瞬間だったんですよねだからすごいうん悔しいけども気づいたら うん、気づいたら変われるんですよ過去は過去です若気の至りだと思ってですねそれはそれで手放してねあのー、今感じることを,をちゃんと伝えてあげるうん上辺の会話とか順次はあんまあ、得意じゃないんで <laughs> ねあのー、本音のぶつかり合い ぐらいの方が私はコミュニケーションとしては素晴らしいと思うんですよ。ね。本音と建前を使い分けるとか。もちろん必要な場面もあるんでしょうけど。私はそういうのは好きじゃないです。うん。言いたいこと言おう。って思ってます。 ね、私、うん、あ翼ありがとうね。ハートがいっぱい飛んできた。<laughs> ね。そういうふうに思うんですね、私はね。なので、でも私は言えるけども、その人はまだね、本音を言える。言っていいのかなとか、言ったら嫌われるんじゃないかとか、思うこともあると思うので、あのー、そこを察してあげる。うん。本当は言いたいんだろうなって。 でも今言わなくてもいいんだよって伝えてあげるこれってすごい優しさだと思うんですよね自分ができるからと言って人にも同じことをやれよみたいな <laughs> そういうのは順じよくわかんないんですよねあのわかんないのでそこを察してあげるためには 感じる力がなかったらですねわからないんですよねうん言葉にしないとわからないことももちろんあるんでしょうけど感じることができたらですねうんあのそこも察することができるんじゃないかなってねあの日本は察した思いやりですからねあのそこのができるようになりますねこれが感じる力ですね うんうん、じゃあ3つ目ですね3つ目 <laughs> うん、うん、そうだな3つ目で言うと、うん、そう見つけのメリットはあのー、他人が力を貸してくれますがメリットだと思いますうん呼吸に意識を向けるということは 委ねるってことと一緒なんですね。うん。例えば、寝て、寝た状態で、ただ呼吸に意識を向ける。力を全部抜いたって、落ちはしません。地球が支えてくれてるから。それで、でも、それでも、あの、これやられた方はわかるかもしれないですけど、 あのまだ体のどっかには力って入ってるんですよ見事にねおかしいな肩なんか力入ってんなとかちょっとお腹硬いなとかねなんかねあのー、首首凝ってんなとかねなんかねこういろんなどっかねあちこちにね力入ってるんですよ人間ってそれを緩めた時に委ねるんですね 委ねられるんですよもういいんだと好きにしてくれと、うん、私は今はゆっくりするんだ委ねるんだ何も考えないただ呼吸に意識を向けるって本当に手放した時に何かが変わりますこれが「委ねる」ってすごく 難しいようで簡単なんです。だって、お金もいらないし、ただ横になって目をつぶって呼吸に意識を向けるだけだから。うん。もう、好きにしてくれです <laughs>。この、この言葉は私好きなんです。うん。もう好きにしてくれ。私は、委ねる。 すると人がなぜかわかりませんけど応援してくれます。これはあのま直近で言うとねあの昨日なんですけど昨日ねあのまその時間ね撮ってたんですね。うんうんうんそうあのそうなんですよ大義ですねうんそうどうしたいかっていう問いあなたはどうしたいのって。 聞かれたりするじゃないですか。ね。それ、それって、聞かれたらどう感じますこれ。決まってなかったとしたらね。私の場合、それをね、どうし、あなたはどうしたいのって言われたら、考えちゃいます。私は。考えると、体は硬くなります。 で意識は思考に行きます。考えるから。ね。すると、呼吸って止まるんですよ。ね、困っちゃうときって呼吸止まってません <laughs> あれえー、うーんー、みたいな。<laughs> みたいなね。ね、あの、呼吸って止まりやすいんですね。あの、ま、あその人の聞き方と、あの、なんていうかな。空気感。 とかでも変わってくるとはもちろん思うんですけどもね思うんですけどあのー、ちょっとうんなんかな出てこないこともあると思うんですね <laughs> 止まっちゃう止まってるかもしんないですよねうんカマですでも完全には止まってませんから呼吸ね死にますからね <laughs> 止まってないですけど浅くなっているって感じですかねうんねあのー、そうなると逆に出てこないんですよ。 どうしたいなんて。うん。どうしたいどうしたいあなたはどうしたいのっていうのは、緩んだ状態でしか出てきません。そもそも。うん。ね。あのー、まあ、これね、委ねる。ね。もう好きにしてくれ。と。なった時に、 うん、そうだなこれだけはやっときたいなとかこれあのちょっとこれだけやっといて死にたいなみたいなやつとかねあの出てきたりするんですよ。ね。うん、リラックス状態ですね、うん。リラックスするってすごく大事なんですね。青さんこんこにちはあのおはおようございます <laughs>、ね、あのリラックスした時にこれだけはみたいな。 譲れないポイントです。それがふわっと内側から出てきます。ね。うん。それがあのー、あれだ大事だと思うんですよね。でそれが出てきたもんだからそれをいつの間にか伝えてるんですね。私こういうのしたいんだよねと。でも私はちょっと力不足で。 まだ、ここ、こう、こう、こ,こういうふうにはまだなってないんだけども、ね、あの、これとこれがあれば、これは実現できると思うんだよね。って言ったらどうですかね、これ。なんか力貸したくなるじゃないですか。ね、あ、それだったら、私は持ってないけど、あ誰かさん持ってるよ、とか、誰かさんこういうの得意だよ、とか。ね。 とかですねあのちょっと話を戻しますとそれをそれが起こったのがゅんの場合昨日なんですね昨日で、あのー、私楽読のね、あのー、インストラクターやってるんですけど、あのー、そこであの体験で使うねパワーポイントですね、あのーまあ、日々いじりながらですねあどうやったら分かりやすく伝わるかなとか あのどうしたらあの受け取りやすいように伝えられるかなっていうこう、まあ、伝え相手が受け取れるように、まあ、日々工夫を重ねてるんですね。重ねてるんですけどそれを作るのがこうパワーポイントの使い方は私分かるんですけどあのデザインっていうことになってくるとまた話が違うんですね。 うん、センスっていうところが、ちょっとどうも弱いよう、ね、で。ね。あの、それをですね、あの、新宿スクールの、あの、あ、新宿、今、新宿じゃないのかな。まあ、新宿のオーナーのですね、まあ、りゅうちゃんでいるんですね。うん、りゅうちゃんがそういうの得意なんですよ。得意なので、あの、結構前にですね、あの、お願いしてたんですね。まあ、こう、こう、こういうふうに作ってて、でもうまくできないから、ちょっと、 作るのを手伝ってくれませんかっていうことを伝えてたんですねものあの。流れ的にはこんな感じなんですって流れは決まってるんですけどそれをどう伝えるかっていう,こうデザインがよくわからないなってなって聞いといたんです聞いたんですね。4月のの頭ぐらいなのかなぁ聞いななか聞たんですよでそれがねあの伝えたことはあの伝えてからあの忘れてたんですよ私ね。で 昨日の昼ろにね、あ、そういうばりゅうちゃん頼んだなと思って、ね、思い出したんですよ、私。で、思い出してですね、で、夜、その、委ねる時間を、えー、まあ、1時間私は撮ってるので、朝と夜1時間ずつ撮ってるんですけどね、ね、あの、1時間やってる、やって、やってですよ、やって、終わって、スマホをピッて見たら、 あのそのデザインばっちりなあまた見てくださいね録画,録画されてますからね見てくださいねはいありがとうございますねあのまあそういうふうねそれがですね、えー、また見てくださいねはいありがとうございますで,ですねそれがですね、あのー、出来上がったやつが、あのー、送ってきてくれたんですよおおと思ってねあす昼思い出してまだメッセージもしてないんですよ 私お願いだけしていろいろやってるうちに忘れててで昼思い出してその時間を取っていたらなんと終わった時間にメそれが出来上がってるんですよ。これってすねい、ね、こう委ねる時間をす 作ることによってその人の感謝だったりも感じるしいろんなことを感じる力が増すわけですよね。うん、することによってこのこのこれだけ3つですねの効果がねやっぱあるんじゃないかなと思うんですね。 うん、うん、あ,あると思うのであのー、まあよかったらねあのその時間、まあ、どんなやり方でもいいですあのやり方はこだわらないでいいと思いますねあの音楽を聴きながらねヒーリング音楽を聴きながらねあの横になってるでもいいしね,ねあのただ意識は呼吸に向けてるただそれだけでねやり方は自由でいいかなと思うので。 それだけねメリットがあるのであのー、よかったらやってみてくださいはいお結構立ってますねはい <laughs> ねえあの神、ー、社よくしゃべるんでね、うん、それくらいあの呼吸って大事かなと思っているのであの是、ー、非試してみてくださいはいそんな感じで今日は終わっていきたいと思います 皆さんありがとうございました今日も素晴らしい一日をお過ごしください